アブドゥラーギュルはトルコ共和国の政治家。首相、外相、大統領を歴任した。2007年の憲法改正以前、議会によって選出された最後の大統領である。厚生発展党を所属。カイセリ出身。イスタンブール大学経済学部を卒業。同大学にて博士号を取得後。サカリア大学工業技術学部にて、経済学の教員として勤務。 1983年からサウジアラビアのジッタに拠点を置くイスラーム開発銀行にて経済専門家として勤務。イスラーム復興勢力である副祉党からのリクルートを受けて1991年の総選挙にカイセル選挙区から出馬しトルコ大国民議会議員に当選。副市長では当主のエルバカンに徴用され1993年には 外交問題担当副党首として党幹部会のメンバーとなった。1995年の総選挙で副市党が議会第一党となり、エルバカン政権が発足するとキプロス、中央アジア担当の国務大臣として入閣。首相側近として同政権の外交政策を主導した。1997年6月に軍部の圧力でエルバカン首相が退陣し、 翌1998年2月に福祉党が非合法化されると後継政党である美徳党に移籍。各種メディアに積極的に出演し、福祉党政権時代の急進的なイスラーム、復興政策を自己批判し、世俗主義派を含む国民全体からの信頼回復を訴えた。2001年に美特党が非合法化されると前イスタンブール市長のエルドアンと共に、 公正発展党を旗揚げし、副党首となった。2002年の総選挙で公正発展党が議会第一党になると、トルコ県政史上初のイスラーム政党による単独政権が発足した。党首のエルドアンが非選挙権を剥奪されていたため、公正発展党政権の初代主犯として、同年から首相を務めた。翌2003年にエルドアンが非選挙権を回復し、 北欠選挙で当選すると首相職をエルドアンに譲り自らは外相に就いた外交政策ではイラク戦争でのアメリカの立場を支持し対米関係の維持に努めたほか周辺の中東諸国との関係を重視し関係改善に努めた2007年5月の大統領選挙では公正発展党の大統領候補として出馬したが イスラーム系政党である公正発展党が大統領ポストを握ることに、共和人民党をはじめとする野党勢力や軍部などの世俗主義勢力が反発し、政局の混乱を招いた。7月に行われた解散総選挙の結果、公正発展党が再び議会の過半数を獲得したため、8月の大統領選挙にて大統領に選出された。2008年に、 クルド人武装組織クルド労働者党の総統では空爆を支持した。2008年6月に来日し、同国大統領として初めてエルトゥルル、合奏難易礼費で行われる追悼式典に出席し、喧嘩を行った。厚生発展党が欧州連合加盟に向けて国内改革を推し進め、経済政策でも実績を上げる中でイスラーム主義を基調とする政策は、 世俗主義者の警戒を呼ぶことになった。2007年のセゼル大統領の人気満了に伴う大統領選挙では当初エルドアン首相が出馬の意欲を示していたが世俗主義を脅かしたとして実刑判決を受けた経験を持つエルドアン首相が大統領となることには世俗主義者が猛反発し4月15日にはアンカラで35万人規模のデモが起こった。 これを受け構成発展党では、恩恵といわれるギュル外相が大統領候補に擁立されることになった。しかし、ギュルの擁立に対しても、世俗主義者の反発は収まらず、4月27日に行われた大統領選の第1回投票では、野党で議会第2党の共和人民党が投票をボイコットし、憲法裁判所に出席者不足による投票の無効を訴えた。 同日深夜には、かつてエルバカン首相を退陣に追いやった軍が、大統領選について、世俗主義に関する懸念があるとの表明を発表。4月29日には、イスタンブールで世俗主義者による大規模なデモが行われた。5月1日には、共和人民党の訴えに対し、憲法裁判所が第1回投票を無効との判決を下した。 厚生発展党はこれに対して11月に予定されていた総選挙の7月に前倒しして、民意を問うことを決めるとともに、憲法を改正して、大統領の選出方法を議会による間接選挙から国民による直接選挙に改め、総選挙と同時に大統領選挙を行うことを目指すことを明らかにした。5月6日、大統領選の仕切り直しの第1回投票でも、 野党のボイコットにより出席者が憲法裁判所の認定した低速数3分の2に満たなかったため、ギュルは大統領選への立候補を取り下げた。しかし7月の議会選挙で公正発展党が勝利。これを受け公正発展党は正当性は得られたとしてギュルを大統領候補に再び擁立した。これに対し野党は大統領選挙へのボイコットはしないことを表明。 ギュルの大統領選出の可能性が濃厚になってきた。トルコにイスラーム政党の大統領誕生化の方に国際市場は反応し一時、為替相場が混乱する事態が発生した。大統領選挙は8月20日、同月24日、同月28日と行われたが、当選に必要な得票数は全2回が議会の3分2に第3回からが過半数となっており、 8月20日、8月24日の選挙では、与野党ともに3分の2の得票の候補者が出ず次に持ち越された。そのため28日に3回目の投票が行われ、550票、中339票の票を得たギュルが、正式に大統領に選出されることになった。イスラーム復興を標榜し、トルコ政界では、宗教的保守勢力として位置づけられる。 構成発展等において、より恩恵で、バランスが取れている人物とみなされている。ハイジュンニサプ人と二男一女の子供を家族に持つ。夫人は、イスラームの監修に従いスカーフを着用している。イスラーム教徒女性のスカーフは、宗教的なシンボルとみなされており、トルコではこれまで世俗主義の原則から学校などの、公的な場でのスカーフ着用が禁じられてきたので、彼女が、 大統領夫人になった場合には、スカーフをつけるのか外すのかが世間の関心を呼んでいる。また、長女も留学先の大学の卒業式にスカーフを着用して出席していたことが話題となった。ベシクタシ JK の熱烈なサポーターでもある。ありがとうございます。